どうも皆さん、こんにちは。まことでーす。相方でーす。ハンドメイド部ということで。このね、どこにでも売ってる、これわかりますか？この。クリアファイル？ファイル、そうだね。学生とかがね、よく使いそうなやつですね。これと、ご家庭によくあるプリンターを使って、ちょっと転写。転写、はいはいはい。いろんなデザインをね、転写するということができるらしいので、ちょっと試してみたいと思います。やってみよう。まず、このクリアファイル、クリアポケットっていうのはなんていうのの、ここの部分は入れませんね、これ。この。ああ、なるほどね。穴開いてる部分ね。これがいらないので、このギリギリのとこ、切っていってください。はい。はい、これでセッティング完了です。間に紙が挟まってます。はい、今回このデザインで印刷したいと思います。いいね、ストロベリー。スキャン。この上が、もともと口が開いてる部分。で、こっち入れちゃうと、多分ここが引っかかって紙詰まりしちゃうので。ああ、なるほどね。お尻の部分、この、ちゃんと止まってる部分を入れて、印刷します。はい、ポチ。コピーするだけですね。すごいね。スキャンしています。入った。あ、そういうことか。おー。インクなさすぎてこんな色になってますけど。薄っ。すごっ。でもできたね。これあれやね。スキャンするとここの黒い部分全部、これね、注意しないといけないのが、印刷、こうなってます。うわ。インクが全部。なので触っちゃダメです。これをね。今ずれたな。若干ずれたね。これを押さえつけていきます。めっちゃずれたな。これで転写できてるはず。うわー！ずれてるけど。すげえ。まあ確かにずれてるけど。むっちゃずれとるやん。いや、でもすごいね。うん、ちゃんとできてるわ。はい。家にあった巾着袋に、転写してみます。こんな感じでどう？おー、いいね。これを、ここに置いて、硬いもので、こすっていく。ちょっと、我が家ボールペンがあるので。あ、映ってるかも。これ色濃くなってない？映ってるとこ。あ、なんかちょっとだけ、確かに。色違うよね。もう今、アニバーサリーのところがちょっと薄いのよね。あ、濃くなった、濃くなった。しっかりこすったら。いけそうやね。はぁ！来た！すげー！これは楽しい。だいぶ楽しいね、これ。え、すごっ。良き巾着袋できました。オリジナル巾着袋が完成でーす。やったー。すごいね、これ。いいね。相方さん、すごいっすわ、はい、これ。すごい、すごい、これ。ちょっとね、家にある巾着袋で作ってみましたが。ストロベリーと、これ生きろのパッケージのやつですね。うん。ちょっとインクがなくて、あんまりはっきりしない部分もあったんですけど。でも自分の好きな色でやったらだいぶまたね。そう。綺麗よね。こういうね、おっきい面に一度に印刷しちゃうと、うん、やっぱりちょっとこう擦ってる間にずれてしまうっていうのがあって、だからこういうガチャガチャしたやつ、例えばいろんなロゴとか作りたい場合は、うん、この部分だけ一回印刷して、うん、これを一度転写する。で、また別で、別のロゴ、それ例えばニュース日本のニュースって書いたやつとか、うん、10周年の丸三角四角とかのやつとか、やるんやったら、これを転写して、また別のところに転写して、みたいな感じでちょっと細々やった方がいいかなと思いました、今回。あと、転写モードで印刷しないと、こういう感じでちゃんと表面になってくれない、そうね、逆になっちゃうからね。そうそうそう。だから、プリンターに転写モードがなかったから、我が家は。うん、ちょっとめんどくさかったけど、パソコンから画像を取り込んで、ね、転写モードで印刷したりとかしたんですけど。はい。お家でね、ぜひプリンターとかパソコンがある方は、試してみてはいかがでしょうか。いや、いろんなの得られるよ。多分こういうね、布一番やりやすいと思います。紙袋にやってる見本とかもあったんやけど。うん。紙袋も結構滑るかな。どうだろうね。ちょっといろんなやつやってみたいよね。うん、ちょっとね、またいろんなのでね。皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。じゃあこれカトゥーンも作りゃよかった。ちょうどカトゥーンでやりましょうか、次は。ドゥルーン。薄っ。洗濯機回してみました。もうちょっと濃くしないとね。これ多分そもそもが薄かったのと、うん、あと、もう一日も経たずに洗濯した。から、もうちょっと乾かしたりとか、うん、アイロンしたらもしかしたらもうちょっと入るのかな。温めて、なんだ、染み込ませる的な感じ。ちょっとそう思ったりもしました。うん、ただやってみないとわかりませんけど、洗濯機回したらこんなに薄くなりました。まあそんなすぐ洗濯機回す人もあんまりいないから。まあそうね。誠デイ公式 LINE では NG シーンも公開しております。そちらもね、ちょっと興味ありましたらぜひ、チャンネル登録、違う、友達追加してね。違う。本日もご視聴いただきありがとうございます。二人でいろいろなことにチャレンジしている動画もありますので、そちらもぜひご視聴ください。それでは皆さん、Have a good time.